はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はハーツオバイアン4続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、カイロ、エジプトのカイロを攻略してスエズ運河を、まあ、イタリアの占領下に置くことによって、まあ、エチオピア方面はじめ航海を通る枢軸国側の安全をある程度確保することができたんじゃないかなというところまで来ました。今回はその続きになります。いよいよですね、今アフリカで分断されているリビア方面とエチオピア方面、ここを統合するために、ハルツーム一帯に展開しているイギリス軍を駆逐する作戦を展開していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、もうあまりおそらく展開してないんじゃないかなって感じですね、イギリス軍は。まあ、唯一残ってるイギリス軍もこのままいけば駆逐できるでしょうというのがソマリランドの状況です。で、ソマリランドからイギリス軍を追い出ししたら、今度はフランスも追い出していきましょう。で、ベルギーは枢軸国かどうかというと、連合国か。ビシーグランスの方も一旦ちょっと落ち着いてる感じかな。まあ、ドイツ軍もこれ以上侵攻しない感じにはなってますね。となると正直言ってこの辺り不毛の地だからな。まあ、ゴムが多少取れるぐらいですよね。その戦力を配備しなきゃいけない量に比較して少し旨味が少ないかなっていう印象は正直ありますね。マルタの海軍基地、ここ攻略するってのも面白そうだな。邪魔くさいですからね、ここにいるイギリスの海軍基地は。まあ、ただまずはエジプト軍、エジプトに展開している部隊とエチオピアに展開している部隊を一刻も早く合流させましょう。で、今連合国側でソマリランドにいるのはイギリス軍じゃなくてオランダ軍ですね。このオランダ軍の構成は、なるほど、これを見ると砲兵が2師団入っている分ちょっと硬いんですね。まあ、ただこれも時間の問題でしょうと。
いやー、怖いぐらいに順調だな、本当に。あとはやっぱり資源不足をどう解消していくかっていうのが、この後戦争を支える意味では必要になってきますね。ゴムか。ゴム輸入できるとしたら、これ以上は無理か。ブラジルは？ブラジルも無理。フランスは話にならないし、インドなんて相手にしてくれるはずもない。となると、やっぱりシャム、タイですよね。ただタイもいっぱいいっぱいだから、ブラジルか。そのためにも少し今民需工場を作って貿易するための資材の確保が必要になってくる感じかな。お、スペイン軍が突出してくれてるな。スペイン軍が頑張ってくれてるね。そうすると中東に介入っていう手もありますよね。イギリス軍を中東からも追い出すっていう。自由フランスはとりあえずソマリランドから出てってもらいましょう。スペイン軍がものすごい勢いで頑張ってくれてるけど、いよいよじゃあイギリス軍追い出し作戦を本格化させていきましょうか。
ソマリランドから、フランス軍も追い出しましたね。連合国側をアフリカから追い出していきましょう。お、ただドイツ本国にイギリスの上陸部隊が出てるのか。これかなり危険だな。イギリスがね、そのドイツ本国に上陸なんかしようもんなら、今全世界に展開しているドイツ軍が本国に引き上げをしてしまうと、この戦域を維持できなくなりますね。ドイツありきで成り立ってるようなもんだからな。攻略軍2の動きがいまいちだな。ソマリランドの飛行場にも飛行機を配備していきましょう。お、一応ドイツ軍はイギリス軍の上陸を防いだ感じだな。であれば安心して侵攻作戦が展開できますね。アメリカはまだ本格的には参戦してない感じだな。まあ、一刻も早くエジプトに展開している部隊と、エチオピアに展開している部隊を合流させたいですよね。ちょっと動きが遅いな。何？これはアメリカ軍じゃないか。アメリカ軍がついに参戦してるじゃないか。マジか。いやー、これは一気に戦局が変わる可能性がありますね。まさかアメリカ軍が参戦してるとは思わなかったな。大丈夫か本国の方は。
ドイツがね、イギリスを一気に攻略してくれたりすると、なんかすごく枢軸国頑張ってるなーって感じもするんですけど、こうやって改めてアメリカ軍が連合国側の陣営に布陣してる様を見るのはちょっと恐ろしいですね。このまま順調にいけば、アフリカの支配権はだいぶ確立できそうな感じもするけどな。まあ、どちらにしてもその制海権がきっちり確保できてないといけないっていう意味では、ちょっと艦隊を再編していきましょうか。いやー、でもだいぶ船の数減ってるな。こうやって見ると戦艦が2、従順が3、軽巡が9、駆逐が16、潜水が4。うわ、むちゃくちゃ減ってるわ。いやー、こう見ると海軍兵力はかなりしょぼくなってますね。で、今鉄の余りがどうなってるかというと、いや、ゴムが不足してるんだな。どちらかっていうとね、こうやって見ると飛行機作れないのもゴムのせいだな。鉄はまだ余ってるっていう言い方は適切じゃないにせよ、まだ余裕はある。となるとやっぱり貿易でゴムですよね。ゴム、まあ、タイから少しゴムを輸入量を増やしましょう。あとゴムのあるこの辺りか、ウガンダ、タンガニーカ、この辺りを取っていくぐらいかな。ちょっと早急にここは欲しいな。ウガンダを取りに行きましょう。ウガンダとあとタンガニーカ、この2つはもらい受けましょう。そうすればもうちょっとさらにね、余裕が出てきそうな感じもしますからね。ウガンダ一帯を攻略してもらいましょう。あとは海軍がだいぶしょぼいので、まあ、それをどう補っていくか。かといってね、船がじゃかじゃかできるわけでもないし、
人も不足してきてるね。また。これ以上でも師団のね、数を増やすっていうのは現実的じゃないのかもしれないですね。だいぶ部隊展開してますからね。お、日本の師団が、いや、違う。大日本帝国第15艦隊が来てる。いやー、ありがたいですね。今正直言ってイタリア海軍ボロボロなんで、こういう感じで日本の海軍来てくれると助かりますね。ウガンダからゴム4が確保できれば、少なくとも今必要な量に関しては確保できるか。いや、今ゴムも余剰になってるな。生産をちょっと見てみましょう。生産で見るとどうなってるかというと、お、生産もゴム足りてるね。やっぱタイから輸入量を増やしたのが大きかったな。そしてついにつながりましたね。エジプトとエチオピアがつながった。これは大きいな。いや、本当にイタリアもアフリカでかなりの勢力になりましたね。まあ一旦ただウガンダまで取ったら、アフリカ戦線に関してはこれで一旦終わりにしましょう。で、この後、どかすか、いろいろやっていきたいなという意味では、占領したところに何も作れないか。ちょっと海軍の戦力の増強が急務と言っていいと思うので、早急に海軍交渉を作っていきましょう。まあ、このまま順調にいけばヨルダンは抑えられそうですね。ちょっと不気味なのが連合国軍側の反撃がどこで作戦をしようとしているかですよね。アフリカにはあまり戦力を出してきていないように見受けられるので、となると近い将来なんか大きな反転攻勢がありそうで、
ちょっと怖いですよね。お。これは、もしや、イギリス本土にドイツ軍が上陸しようとしてるな。地中海の制海権は完全にこちらにあるな。で、地中海東部黄海に関しては、まあ、あるとは言えない状態。まあ、前見たくないっていう状態でもないけど、あるっていう状態でもない感じですね。いやでもドイツ軍むちゃくちゃ人いるな。こんなに人を部隊展開してまだなお人的余裕があるのかな。イタリアに比べるとだいぶあれですね。さすがにドイツって感じですかね。まあ、イタリアといえばちょっと全然違う話すると、ルパン三世の2015年版でイタリアのサンマリノを舞台としたテレビシリーズをやってましたよね。あれ結構好きで見てたんですよ。ルパンは、単行本もルパン三世とあと新ルパン三世、共にね、好きで読んだんですけど、なんかそれを見てまた最近、ルパンの単行本を読みたいなと思ってね。いるんですけど、ちょっと単行本でいろいろ持ち歩いたりするのって結構めんどくさくて、っていうのがあって、今ですね、実は、Kindle、Amazon の Kindle 版を買おうかなとちょっと検討してます。まあ、それであれば iPad に入れていつでも見れますからね。では、次、空母をもう一段階レベルアップさせましょう。旧式装備を作っているのはこの軽巡か。この軽巡を最新の軽巡に切り替えましょう。いよいよベルギー軍が本格的に参戦してきたか。さらに、合衆国を含めたアメリカ軍とも交戦が始まっちゃったな。まあ、イギリス本土上陸作戦はそう簡単にはいかないよね。6師団いた師団が1師団になってる。これは引き上げたのか壊滅させられたのかちょっとわからないですけどね。
ここも合衆国と戦闘になるな。ドイツ軍の展開は本当にありがたいな。むちゃくちゃ展開してくれてるんで、このドイツ軍を盾に戦線を一気に拡大できますからね。スペイン軍も入ってきてるし、まあ、連合国軍側、イギリス、ベルギー、あとはアメリカが入ってきてますけど、まあ、この辺りはね、一気にアフリカから追い落としをかけていった方がいいかな。で、その後海軍の立て直しを図ってイギリス本国上陸ですね。そのためのルートとしては、まずはイタリア本国からビシーを通ってドイツからロンドンへ上陸ですね。そろそろそのロンドン上陸の部隊を結成していきたいな。あとは海軍、まあ、船作る工場がちょっと不足しているので、そこをどう手に入れていくかっていうのもポイントになりそうですね。でもこの今アフリカ戦線なんかすごい我が物顔で頑張ってるけど、どうなんだろう。このアフリカってあんまり美味しくないですよね、その資源っていう意味では。まあでもここまで戦線を拡大したら、ある程度アフリカも手中に収めてから次の戦場を求めたいからな。まあ、中東、イラン、イラク、サウジ、この辺りにいっぱいあるであろう資源、まあ、イラクの石油22とか欲しいけど、まあ、ここは、まあ、あくまでも中立に徹してもらって、どちらかというとやっぱりイギリス本土の攻略を先に優先した方がいい気がするな。どうでしょうね。まあ、今のところだと、まあ、フランス、イギリス、ベルギーあたりをこのアフリカから追い出したら、ドイツ本土、イギリス本土の攻略戦に入りたいなって感じですね。はい、というわけで、今回はついにアフリカ戦線でだいぶ力を見せつつあるという状況をご覧いただくことができたかなと思います。次回は引き続きですね、このアフリカ戦線を維持しつつ、まあ今の予定ではイギリス本土の攻略にいよいよ乗り出そうかな。はい、
ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。